エドアルド・フレイ・モンタルバは、チリ共和国の大統領。1911年1月16日、サンティアゴでチリに生まれる。ドイツ系スイス人の子孫である。1933年に弁護士となる。1938年に、チリの保守党で政治家として活動を始める。1949年、チリ上院議員に当選する。 1957年のキリスト教民主党の結成に参加する。1958年のチリ大統領選挙に出馬するものの、保守党のホルヘア・レッサンドリと、チリ社会党のサルバドール・アジェンデに及ばず、第3位の得票を得る。1964年のチリ大統領選挙に、対立候補のサルバドール・アジェンデに勝ち、11月3日にチリ大統領となる。 自由の中の革命を公約として、外国資本の元にあった地理の鉱山を地理のものとし、穏健な農地改革を進める。住宅建設を進め、資本家よりも一般大衆の利益をより優先する政策を取った。1970年11月3日、大統領職を任期満了で退き、大統領選挙に勝利したサルバドール・アジェンデが引き継ぐこととなる。 アジェンデ政権に対しては批判的な立場を取り続ける。1973年3月、チリ上院議長に選ばれる。1973年9月11日の際のチリクーデターに際して支持の立場を取っていたという情報もある。しかし、アウグストピノチェと軍事政権に対して批判の立場を強めた。元大統領の保守政治家として、 独裁体制を終わらせる勢力の核として期待されるに至る。1982年1月12日、入院先の病院で死去する。腹膜炎が原因とされてきたが、数年間にわたる遺族や民主勢力の調査活動の結果、毒殺された疑いが濃いことがわかり、2009年12月7日、軍関係者ら6人が逮捕される。 2014年1月には、これら6被告のうち4人が、ピノチェと政権下において、別の複数の囚人を毒殺し、また、毒殺未遂を働いたとの容疑で、逮捕されている。2019年1月30日、裁判所は6人全員に、禁庫10から3年の有罪判決を言い渡した。なお、息子のエドアルド・フレルールス・タグレは、 1994年5月から2000年5月まで第32代地理大統領に就任した。ありがとうございます。